羽生譲る、4回転半直後に滑ったロシア18歳が感銘、レジェンドと滑るのは大きな誇り。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。北京五輪のフィギュアスケートは10日、男子フリーが行われ、ショートプログラム、SP、8位の羽生譲る、ANA は188.06点。 合計283.21件で4位入賞となった。8位だったロシアオリンピック委員会のエフゲニーセメデンコはハブを称賛。ロシアメディアが報じている。北京五輪フィギュアスケート男子フリー。北京五輪のフィギュアスケートは10日、男子フリーが行われ、ショートプログラム、SP、8位の羽生譲る、ANA は188.06点。合計283.21件で4位入賞となった。 8位だったロシアオリンピック委員会のエフゲニー・セメネンコはハブを称賛。ロシアメディアが報じている。ロシアメディア、チャンピオンアット・ドット・コムはセメネンコの記事を掲載。ロシアのスケーター、エフゲニー・セメネンコが北京五輪に出場していた印象を伝えた。彼は8位だった。SP で彼は2度の五輪王者、ユズル・ハニューを上回ったと綴った。18歳の若きスケーターはハブについてこう語っている。 僕はユズル波乳のようなスケーターとしばらく共に滑ることができてとても嬉しいよ。ええ、五輪には弱い競争相手は全然いない。みんな強いんだ。何しろ五輪はそれぞれのスケーターにとって最高のステップだから。経験を得られるし、素晴らしい雰囲気に浸れて嬉しい。SP は8位だったハブを上回る7位発進。フリーではハブの次に滑った。セメネンコは、 SP でユズルを上回ったのは偶然ですとケンソン。彼は最も偉大なスケーターだ。僕にとってそのようなレジェンドの選手たちと滑ることは大きな誇りなんだと喜びを語ったという。果敢に4回転アクセルに挑戦したハブ。成功はならなかったものの、ジャンプとしてはイス公認大会で初めて4回転アクセルと認定された。セメネンコは歴史的な大会となった五輪に出られて感激していたようだ。 ザ・アンサー編集部、波乳譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。